やっほー、こんにちは、もちおです。今日は IKEA で買った購入品を紹介していきたいと思います。久しぶりにヘアアレンジをなんですけど、キッチンの電気が黄色くてちょっと顔が黄色みがかっていますね、いつもよりも。去年ね、IKEA に行って買ったものを紹介しようと思ったんですけど、ちょっとね、年末だったので年末の動画にふさわしくないなと思って紹介するのをやめていたらちょっと溜まってしまったので、年末に買ったものと最近買ったもの両方紹介していく形になりますので、ちょっとたくさんあるんですけどよろしくお願いします。家具もあるし雑貨もあります。よいしょ。まずこちらの湯飲みです。4つ入ってます。柄は4種類あります。次、これは電球です。 LED 電球。ちょっと部屋の電気変えたいなと思っていまして、それで買ってきました。とってもあのレトロな感じで可愛い電球です。中のところがくる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 ってなってるタイプですね。これ電気の上のところにこうカポってはめるタイプのものです。こんな感じ。ちょっと埃がすごいけど、こういう感じでちょっとぐるぐるしててちょっと可愛いです。ちょっとね、部屋の明るさ的には暗いですね。暗め、かなり暗めです。これはベッドサイドに置きたいなと思って買ってきたランプです。かわいいですね。あの電気がついてないので、それに合う電気を買ってきました。作るのもそんなに大変じゃなかったです。ここが紙みたいな素材でできてます。こんな感じ。ここにこうやってカチッてやるタイプの電源があります。こんな感じですね。結構これは明るいです。あとボディーソープ入れるための詰め替え用のボトルです。プラスチックなんですけど色がレトロな感じでちょっと可愛いなと思って買ってきました。ここにメモリが入っててすごく可愛いです。でもね、ワンプッシュで出てくる量がちょっとね少なめなので、ボディーソープ使うときはちょっとなんだか物足りない感じがします。でもちょっと見た目は可愛いですね。これがコルク、ここがコルクになってて、ここにあのスマホ置くと充電できるやつですね。白と黒を買ってきました。寝室と作業テーブルに置きたいなと思ってます。デザインがすごいシンプルなのにちょっと可愛くてとてもおしゃれだなと思ったので買ってきました。わおわおわお。しっかり反応しますが、こういうケースが厚めのやつだと全く反応しないので、ちょっとケースから外さなきゃいけないのがちょっと難点だけど、すごく充電できて、あ、ちゃんと充電できていいです。これがガラスの容器なんですけど、これいい匂いのする枯れ木の葉っぱみたいなやつです。これをここに入れて寝室のところに置いたらいい香りがして寝れるかなと思って、安眠効果を期待しての購入になります。なんだこれは。匂いするやつです。いい匂いします。かなり寝ててね、いい香りで癒されます。次はこれですね。あの料理する時のあれです。あれ今使ってるこのヘラのやつが、あのカレーの作りすぎで、ここがねカレー色になってきてしまって汚いので、
それも安く買ったんですけど、これにちょっと木のやつに変えようかなと思って買ってきました。おじゃる丸持ってたやつに似てる。もう少しでひな祭りですね。花瓶かわいいです。あー、これあの声が大きく聞こえる効果もありますね。これまあそんな用途ではないと思うんですけれども、こんな感じでお花を入れました。造花なんですけど、とても可愛い感じです。玄関に設置しております。これはベッド横のサイドテーブルをずっとこれにしたかったんですけど、なかなかイケアに行くことができなかったので買えなくて、これをねずっと欲しかったんですよ。安いんですよこれ、こんなに大きいのに。これを置きたいと思っています。そんなに難しくなくて作ることができました。見た目も可愛くてお気に入りです。厚みも結構あっていい感じです。おお。これです。これまな板ですね。まな板、次これですね。大きなこの家具がですね、今キッチンにあるスパイスラックとかを置いているラックのちっちゃい版です。もうちょっとね、あのスパイスたちが置けなくなってきたので、ちっちゃい版を買って、ちょっと合体させて、そのスパイスラックのスペースを大きくしようかなと思っています。右手が買ったやつなんですけど、色を統一させたので、そんなに違和感とかもなく、いい感じになっております。あの日常動画なんかを見てくれてる人は、なんであそこに段ボールずっとあるんだって思ってたかもしれないんですけど、これ結構重いです。これね、あのカート型のラックに、ラック収納ラックになるんですけど、黒色のものですね。多分これに写真が出てると思うんですけど、なんだか作る難易度がすごい高いらしくて、なかなかちょっと嫌だなと思って買ったはいいものの、作ってないのでちょっと作りたいと思います。これちょっと作るの大変だったかなって感じです。雑誌とか入れてもこれだけまだスペースがあるくらい大きいですね。結構いろいろ入ってとてもいいです。6段で結構大容量って感じ。あとこれです。顔洗うじゃない、体洗うスポンジたち3色入りです。ということで、今日は IKEA で買ってきたものを紹介していきました。家具を作ったり設置する動画もまた撮りたいと思いますので、ぜひご覧になってください。以上、もちおでした。バイバイ。